はい、ということで皆さんこんにちは、ショータイムです。今回はですね、本日が9月28日です。もともとですね、僕予定がありましたので生放送の方を試合同時観戦をね行おうと思っていたところなんですけれども、ちょっと急遽予定がなくなりまして迎えることになったということで、急遽ですねチケットを探したところ、視聴者さんの方にお譲りいただいてですね、無事広島行きのチケットを確保当日にできたということで、じゃじゃん、向かうことになりました。こんなことがあっていいんかというね、もう土曜日朝からバッタバタですけど、もうとりあえず時間がないということで、新幹線に乗ってね広島に向かっていきたいと思います。この試合まさか見に行けると思ってなかったので、ただでさえねダゾンですら楽しみに楽しみにしていた1週間ではありましたけど、もう仕事頑張ってよかったなと思いますし、もうちょっと時間もないので向かっていきたいと思います。今回一人旅なのでちょっと見にくい部分あると思いますが、優勝争い天王山を皆さんの目で確かめていただけたらなと思います。それでは行ってきます。はい、ということで今町田駅着きました。まさかの今日町田との対戦で町田駅にまだいるということですけど、急いで向かっていきたいと思います。町田駅ね、行ってきます。はい、ということで、広島駅到着いたしました。ちょっとなんか光がすごいですね。到着いたしました。無事もうバタバタでしたけど、なんとか着いたということで、現在が5時半ですね。もうキックオフまであと1時間半しかないんですけど、まあちょっとホテルとかなんやらもね取ってないので、宿を確保して荷物置いて、旧エリスタじゃないので、市内からね駅からめちゃめちゃ近いのでありがたいということで、荷物置いてね向かっていきたいと思います。もう皆さんはね入場して、楽しんでる映像も、まあ、映像というか X で見たりもしてるので、僕も早々と行ければいいのかなと思います。早く行きます。行ってきます。朝一で東京の方に戻んなきゃいけないので、ちょっと先にホテルとかも何も取ってなかったんで、快活をね先取りしようと思ったところ、駅のタクシーも満帆でして、ちょっと歩いて20分ぐらいのタイムロスをしてようやくね快活に着いたわけなんで、荷物置いて向かおうかなと思います。もうゴータクシーすら呼べないっていう感じだったので、めちゃめちゃにぎわって、今日はカープの試合も同じ時間ぐらいなのかな、ちょっと行われるということで、広島駅は駅どんちゃん騒ぎでしたけど、まあ、ひとまず荷物置けそうなんで置いてスタジアムの方向かっていきたいと思います。もともと僕横浜に住んでて、今日横浜のチームなの？いや全然町田のチームなんですけど、ちょっと広島が好きなんですけど横浜に住んでまして、サフレッチョファン。あ、そうなんですよ。珍しいですね。はい、横浜マリノスとかあるじゃない。いやもう神奈川にたくさんあるんですけど、ちょっと広島が好きで、で急遽来たんですけど、長渕剛さんも近くでやられてるんです。商工センターの方なんで、まだ向こうなんだけど、向こうも今度タクシーおらんけ、あ大変じゃんよって。だけど降ろした瞬間
今日の予約取れますかって何組か来たじゃん。いや今日ちょっと無理だなさすがにちょっと今日は何もせんでも頑張れって大丈夫なにわ男子が近くなんですよね。なにわ男子満開だ。どういうことですよ。終わりがサブレッジ9時なんで。そうですね。なにわ男子が8時過ぎるって言ったね。ああじゃあまた終わった頃もこれまたとんでもないことになってタクシーどころじゃないですよ。どうかしら。タクシーがおらんようになるんですよね。すぐおらんようになる。そうですよね。やっぱ新スタになってから増えましたか、お客さん。増えましたけど、本当近い距離ばっかり。やっぱり。微妙な感じですよね。はい、ということでね、無事着くことができました。6時10分ぐらいですね。タクシーの運転手さんが優しくて、なんとか巻きで着くことができました。もうね、なんか応援の声が聞こえるので、今回はお譲りいただいた方のがバックスタンドということで、前回がメインスタンドだったのかな。こけら落としの時ちょっと見させてもらったんですけど、もうちょっと時間もないということで、アップもね見たいし、応援もしたいということで、何もしませんけど、ちょっと早速入りたいと思います。行ってきます。はい、ということで、今アップ中なんですけれども、スターティングメンバーを軽く紹介していきます。新井選手が3発とかだったんですけど、マリノス戦とそのままで来ました。そうですね、マリノス戦とそのままということで、右に中野選手で、右の後ろに塩谷選手が入ったという形になっております。まあ、途中から、ビエロス選手だったり、ドーラ選手とか、新井選手だったり、入ってくるので、
まあね、前回の勢い、高揚開始直後からまずは先制点を取っていきたいと思いますし、町田、広島ともにまだ先制すると負けなしなのかなという状況の中での天王山ですので、他のね、ヴィッセルだったら結果が気になりますけど、まずはこの試合にしっかり最低条件になってくると思いますので、もうめちゃめちゃ、ね、バタバタで、本当にもうこの広島のスタッグだったりというのも飲んでませんけど、とりあえずこの試合に勝利していいご飯食べようということで、あとね、僕が現地観戦行かない間にめちゃめちゃしっかり覚えてるので、そこも試合中勉強しながらやっていきたいと思います。町田の方も右に持ち選手が入ったりと、天気の対戦から変わっている部分はありますので、そこは注目しながら見ていければいいかなと思います。まずは先制点、そしてまずは立ち上がり集中していきましょう。終了しました。2対0で勝利しているということもありますし、まあ、ちょっとね、川辺選手のイエローが、まあ、町田のファールしているのにイエローかという感じではありましたけど、まあ、とにかく中野選手の2アシストがね、でパシエンサー選手と加藤選手という、もうこの上ないゴールをできることができましたので、
後半につなげていきましょう。3点目早く取ってね、勝利を決定づける得点を期待しております。いやーもうめちゃめちゃ楽しい後半、早速行ってまいりたいと思います。行ってみます。おはようございます。怒涛の一日でしたけど、現在朝6時、ちょっとね、今日午前中から僕の方のサッカーがありますんで、もうバタバタですが帰りたいと思います。ありがとう広島。はい、ということですね、無事自宅の方に帰ってきました。まあちょっとこの締めをね撮影してるのは翌日になるんですけど、あの後ですね、朝関東の方に帰ってきて、僕の試合をちょっと公式戦がありましたんで、そちらを出てクタクタでその日は寝てしまったということになっております。試合のところ振り返っても、まあ試合後感想のね、すぐ上げた試合後感想であったり、まあ太田選手と喋った試合後感想のね動画も上がってるんで見てほしいなと思います。まあそこで喋ってるのが、まあほんとこの試合にかける思いであったり、まあ、この結果というところのね、全てだと思いますし、まあ、まだね、この試合に勝っただけということで、もちろん勝ったことは素晴らしいですが、まあ、残り6試合あるということで、本当に足元救われないようにやっていく必要があるのかなと思います。まあ、町田もこれで、優勝が消滅したわけでもないですし、まだね、加瀬さんさ離れてしまっただけということで、本当に、ここから逆転優勝というのは大いにあり得るのかなと思います。まあ、結構優勝争いっていうのも神戸、広島、町田ぐらいに絞られてきた感じではありますが、まあね、最後まで何があるかわからない、J リーグ優勝争いということで、広島もね、残りの試合、目の前の試合、一試合一試合戦って、優勝できるように頑張っていってほしいのかなと思います。まあね、当日というところ、本当に、急遽の急遽ということで、ギリギリにね、スタジアムの方に行ったので、まあ試合後、いろんな方とお会いすることはできましたけど、
まあ、なかなかステッカーというところも配りきることはできなかったので、まあね、受け取ることができなかった方はぜひぜひ概要欄の方からステッカーを応募していただけたらなと思いますし、まだね、優勝争い真っ只中ということで、まあ、仕事乗り合いがつけばまたね、優勝決定戦ぐらいになる頃にも広島に伺えればいいのかなと思いますので、それまで皆さんお待ちください。本当にね、たくさん温かい形で迎え入れてくれてありがとうございました。本当にいい広島遠征になりましたということですね。今日もお世話しました。この方がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価、ご協力よろしくお願いいたします。本当に急遽でしたけど、行ってよかったなと思える広島遠征でしたので、またね、次回行く時も皆さんにお会いできることを楽しみにしながら、こっちでね、頑張って動画投稿も続けていきたいなと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。今日もお疲れ様でした。ではまた、バイ。お疲れ様でした。